はい、ゲームコレクターの崎館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はね、ちょっとニュースを読もうかと思います。というかね、まあちょっとみっともない議員の話です。はい、毎日新聞ですね。立憲小川淳也氏、維新に、擁立撤回、要請、馬場幹事長は拒否。これ10月13日の記事ですね。立憲民主党公認で衆議院香川1区から出馬する予定の小川淳也衆院議員が日本維新の会に対し、同区で競合する維新立候補予定者の取り下げを要請し、維新が困惑している。維新は立憲、共産党などが進める野党共闘に加わっていないが、小川氏は取材に対し、野党が一本化目指すのは当選で、できなければ立候補の自由があると説明した。まあよくわかんないんですけどね。維新は8日に香川1区で新人の町川淳子氏を擁立すると発表している。維新関係者によると、小川氏は11日、国会内の維新の控え室を訪ね、馬場信行幹事長に対し、自分が野党統一候補者だとして、候補者の擁立を撤回するよう求めた。馬場氏は拒否したという。維新幹部は小川氏の要請に最初は冗談かと思った。維新は立憲などの野党共闘にも入っていないし、どこに候補者を擁立しようが立憲には関係ないと不快感を示している。一方、立憲の福山哲郎幹事長は12日の記者会見で、維新の皆さんが昨日悪い思いをされたのだとしたら、お詫び申し上げなければならないと謝罪した。小川氏は2003年に香川1区で初めて出馬して以降、自民現職の平井卓也前デジタル層と、6回連続で戦っているということで、まあ香川1区という、まあ、選挙区の、まあ、事情なんでしょうね。で、まあ普通にね、国会議員というか、まあ立候補するのはまあ自由なわけですよ。まあその地域でね、根ざしているまあ政治家候補の人たち、まあ当然そこで出馬したければ、まあそこにまあ移り住むとか、まあそういうのはあるとは思うんですけど、基本的に日本人であればね、で、あと年齢が達していれば、まあ立候補は自由なわけですよ。で、ただこの野党統一候補みたいなのをね、やるっていうのは、単純にその人たちがね、自分たちの、こう、陣営と、ライバル陣営が出ると、こう、票を食い合うでしょ。だから、こう、統一しようって話なんですけど、別にそこと関係ない人がね、いきなり出馬してくるのは、まあ、当たり前の話なんですよ。どこの選挙区でも、まあ、皆さんの選挙区でもね、そうだと思うし、僕の選挙区でも、別にね、3人、4人って出るのは当たり前だし、この前のね、うちらと横浜市長選挙、何人こうね、市長候補が出たかってね、考えればわかると思うんですよ。で、それを必ずこう一本化しなきゃいけないなんてこともないし、まさか、あとね、一本化するにしても別にこの小川淳也さんに一本化する必要すらないんですよ。で、これ何をやってんだって話なんですけども、この小川淳也さんなんか聞いたことあるなと思ったら、この人でした。はい。映画ね。なぜ君は総理大臣になれないのか。僕は映画見てないんだけど、なんかちょっと去年あたりね、話題っていうか、なんか話題になってるというよりは話題にしてるのかなって、一部の会話がね、してるのかなっていう感じはするんですけど、いや、正直ね、その、当選するかどうか、ね、どこで戦ってて、まあ、ね、比例復活とかされてるような感じの人が、総理大臣って言われてもピンとこないんですよね。まず政権与党、日本のね、制度から考えたら政権与党になって、その中でこう、力蓄えて、まあ総裁選とかね、やってっていうステップがあるし、逆に立憲民主党がこうね、あれですよ、政権を取ったとしたら、まあその時点でね、立憲民主党の党首になってればいいわけですよ。だからこの、小川淳也さんもね、なぜ君は総理大臣になれないのかって、まあそもそも総理大臣になりたかったら、まずね、代表選で代表になりなさいよって、まあそういう話なんですけど、まあそれもよくわかんないんですよね。で、まあまあ、ちょっとこれ見てて思ったのが、ちょっと不思議に思ったのがね、ここ、なぜ君は総理大臣になれないのか、待望の続編が緊急公開決定。ドキュメンタリー映画、香川一区、ただいま制作中ってあって、これ、サイトの方見てみると、なんかね、もう香川一区っていうね、2021年総選挙、この戦いが日本の未来を決めるって、まあ、まだ今総選挙やってないわけですよ。でも、もう総選挙があるのは決まってる。大体もう分かってるわけですね。だからそう考えると、もうこのね、映画をね、発表されて、まあ映画どういうね、映画なのかっていうと、ここかな。
続編への期待が寄せられる中、まあ、これはあの、まあ、なぜ君は総理大臣になれないのかっていう映画のね、続編ですね。続編への、期待が寄せられる中、大島新監督でいいのかな、は次回作、自作に向けて小川議員への取材を続けておりましたが、この秋に行われる予定の第49回衆議院議員総選挙に焦点を当てて、新作ドキュメンタリー、香川一区の公開を急遽決定しました。だから、これって、もしかして、その、平井拓也さんと、まあ、小川淳也さんの、こう、なんか、一騎打ちかなんかを、こうね、ドキュメンタリーにしようとしたのかなと思って、そこに、こうね、ひょこっと、こう、候補が一人増えたから、それで困惑してるのかなと思ったら、ちょっとね、いや、何を目的にこの人政治家やってんだろう。そもそもね、だから、総理大臣になるかって映画で話題になってるんじゃなくて、実際のね、行動で、お仕事の方でね、話題にならなきゃいけないわけですよ。だからこういう映画で、ね、総理大臣になれないのかなんてところで話題になってもしょうがないわけで、で、今度はね、香川一区と、これで何、じゃあ、このドキュメンタリー映画がをヒットして、そこでなんか儲けようとしてんのみたいな、そういう感じにも言えるんですよね。まあ、ここね、その後のところに結構、この、まあ、プロローグじゃないんだけど、ちょっとね、書いてあるんだけど、これね、見てみると、なんかちょっと、まあ、ちょっとね、平井さんを上級国民的に見せた上で、で、一般庶民の小川淳也で、なんかこう、純粋で、製品で、生真面目さとかね、なんかこう、すごい綺麗なものにしてね、で、この対立軸をやってるんだけど、だからこの対立軸の中にもう一人ひょこって入ってるのが、やっぱりこう、余計だったってことになってしまうわけですね。この人たちの多分、論からいくと。だけども、今回は、だから、この映画の多分盛り上がりも作れないと思うんですよ。もう一人入ってくると。ね、一対一だとこう、二人をこう、対比してやれればいいんだけど、そこにもう一人入ってくると、これはどう扱うか。多分そういうところに困ってるんだけども。でも僕はね、この、小川淳也さんにね、一つね、おすすめのゲームがあるんですよ。これ何かっていうとね、こういうゲームですね。はい。負けるな、負けんど2。決めろ妖怪総理大臣ということでね、まあ総理大臣になれなくてもいいけど、ほら妖怪総理大臣は目指してもいいじゃないですか。まあちょっとね、このゲームの中のね、ちょっと文章、ちょっと文章っていうかね、イベントの部分のシーンを見ていただこうかと思います。ということでね、こちらね、あと2人倒せばあなたが、妖怪総理大臣ですよ、やった勝ち。まあこんな感じでね、まあライバル出てくるんですけども、まあ、要するに、あと二人倒せばいいんですよ。だから、その、平井大臣とね、小川、町川さんですか？この二人を倒したら、こう、とりあえず国会議員になれるじゃないですか。まあ、そこから、こう、総理大臣目指せばいいわけですね。だから、ぜひね、小川さんにはね、まずこの負けるな、負けんど2で、まあ、無事ね、妖怪総理大臣を目指していただいてから、まあ、総理大臣をね、目指すという、そういう方向性で頑張っていただければと思います。あ、ちなみにこのスーパーファミコンのね、この負けるな負けんど2、詰めろ妖怪総理大臣、これタイトルロゴにもね、ここに負けるな、あ、違うな、詰めろ、妖怪総理大臣って入ってるんですけど、これね、同じタイトルのね、ゲーム出てるんですけど、プレイステーションでね、こっちの方はね、負けるな負けんど2まででね、この、妖怪総理大臣というのが入ってないんですよ、タイトルでね。だけども、これっちでもね、一応こう、ゲーム内容的にはね、謎の妖怪総理大臣決定戦に挑む、マイティ・マケンドーこと、ツルリの光。果たして彼女の運命はってことでね、こちらでも同じような体験がしているので、まあ、どちらでも遊びやすい方で遊んでいただければと思います。ただ、まあ、ストーリーモードあるんだけど、ちゃんとね、ちゃんとしたそのね、妖怪総理大臣とかの関係のストーリーがこう差し込まれるのは、こっちはスーファミ版の方なので、ね、ぜひね、スーファミ版をプレイしていただければと思います。あ、ちなみにこのプレイステーション版の方には声優さんがね、のボイス参加が結構あったり、アニメーションの演出があったりしてね、立派なので、まあ、両方プレイするのがいいかもしれないですね。はい。ということで、小川淳也さんには、なぜ君は妖怪総理大臣になれるのかというところのね、ことをよく考えてね、こう、これからのね、生活を送っていただければと思います。全然まとまってないんだけど、まあ、この動画が、まあ、どうでもいいやと思った方は、ぜひグッドの評価とね、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。